はい、どうも楽しいおいしいご飯の時間ですね。今日はですね、三軒茶屋の、ちょいとありまして三軒茶屋の言わずと知れた、名店とんかつでございます。とんかつはとらやさん、はい、この細階段を上がっていくとさらにぶち上がるということで、ちょっと行ってきたいと思います。こっちでした、失礼しました、こっちでした。ちょっと行ってきたいと思います。めちゃめちゃ楽しみです。さあ三軒茶屋ということで、いろんなお店がございますが、こちらの2階とんかつとらや、まずはビール、揚げ物といえばまずはビールでしょう。店内はメニューがたくさん、短冊たくさん、こちらもたくさん。ただ私が食べたのはこちらのセンター1杯セット。1杯いきましょうよ。卓上のからしは使えますが、ソース私使いません、醤油派。さあ漬物や小鉢もついております。米も絶好調、お味噌汁もついてます、絶好調。ビールも絶好調、2本目です。このカツですよね、やっぱ衣ザクザクのカツですよね。どうでしょう。はい、ごちそうさま。はい、やっぱりね、とんかつといえばね、一瞬でこうザッといかないとね、からし使いすぎました、ごめんなさい。ビールはまだ途中。そして窓に映るはとんかつの文字、堂々としております。最後にビールを押しまして、ごちそうさまでございました。今日もとっても美味しかったです。ありがとうございました。とうとがなし、また明日。